マイクロソフトウィンドウズ95、ウィンドウズ95、ウィンドウズ95は、マイクロソフトウィンドウズ3.1の後継として、マイクロソフトが1995年に出した、オペレーティングシステム、OS である。正式名称はマイクロソフトウィンドウズ95、オペレーティングシステムである。マイクロソフトウィンドウズ、ウィンドウズファミリーの一つであり、コードネームは、 しかゴ、Windows の内部バージョンは4.0、初期版である。別製品であった MS DOS と Windows が、同一製品となった、同一になったと、盛んに強調されがちだが、製品パッケージやインストールメディアとしての話であって、システムとして統合されたわけではない。使いやすさと性能を向上させたコンシューマー向け OS、というのが、宣伝文句であった。次のような機能が、 Windows 3.1時代などと比べた特徴である。ただし、上記の機能の中には、Windows for w o ワークグループ3.11や、Windows NT3.51 で、すでに実装されていたものもある。一方で、最後に挙げられている項目である、互換性は、Win95 は、その宣伝とは裏腹に、直接の親が、Win3.1 系であって、Windows NT 系ではないということの単なる当然な。 気結に過ぎない。マイコラサフトの主力製品としての Windows が本当に Windows NTK に移行した後のバージョンでは消えたような互換性も多い。また、長いファイル名、ロングファイルネームも NTFS のようにきちんと対応したファイルシステムが導入されたわけではなく、BEFAT という MS DOS との互換性のあるシステムにいわば無理やりに、 縦増しした方式で実現されており、MSDOS を介さず直接ディスクを操作することで一部の機能を実現していたファイル管理ソフト、FD などで非互換性が発生した例など、広く信じられているイメージと実際とは異なっている。ネクストステップ風のウィジェットを採用し、ユーザーインターフェース、UI デザインの大幅な刷新が図られた。特に、 アップルコンピュータとの GUI 絡みの裁判が決着したことを背景にタスクバーやスタートメニュー、マウスの右ボタンのクリックで表示される内容の一覧から希望する処理を選択するといった UI など従来の Windows ではアプリケーションランチャー、タスクマネージャーとしてしか機能していなかったデスクトップを一般的なディレクトリ、ホルダの一つとしたことで 他のディレクトリとシームレスにファイルを移動できるようになった、電革新的であった。完成度の高かった、この GUI は、その後、Windows NTK でも、Windows NT 4.0で採用され、Windows 9X 系においては、Microsoft Windows Me Mi、Windows NTK においては、Windows 2000までほとんど変更を加えられずに、引き継がれた。 Windows 9X 系の消滅後も Windows XP や Windows Vista、Windows 7のクラシックモードにおいても Windows 95とほとんど同一のデザインが採用されていた。ビジネス分野での LAN の普及に対応し、ネットワーク設定の容易化を進めた。特に日本ではネットワーク機能付きの Windows 4ワークグループ3.11が販売されず、代替として Windows NT Workstation 3.5が他国の販売価格と比較して安価に提供されていたが、ごく一部の先進的なユーザーが導入するに止まっていた。そういった背景もあり、Windows 95は大きな期待を集めた。当初の戦略としては、LAN はネットビュー、または IPX、SPX、1はパソコン通信、ホストとしては MSN の利用を 想定を利用すると位置づけていたが、前年の1994年頃より、インターネットで WWW の普及に弾みがつき始めたことに対応して、インターネットに必要な通信プロトコルの TCP、IP を選択することもできた。もっとも、ビル・ゲイツは、インターネットの普及はまだ先であるとして、パソコン通信を前提としたネットワークを考えていた。 それゆえ、Windows95 の初期バージョンにはインターネット関連の機能は搭載されておらず、Microsoft Plus による拡張機能としてインターネットエクスプローラーを提供していた。しかし、ビル・ゲイツは Windows95 発売後すぐに自分の判断の誤りに気づき、Oz2 以降ではインターネット関連機能が標準搭載されるようになった。すなわち、o 2では TCPIP が初期状態で選択されており、Windows95 を使えばインターネットに接続できるというイメージ戦略も成功し人気に拍車をかけることになった。Win32 API が提供され、高速な3 2ビットコードによるプログラムを Windows 上で使用可能になった。ただし、Windows95 で実装された Win32 API、かつては Win32C と呼ばれていたは w i n d o w s NT で実装されていたものと完全な互換性はなく Windows 3.1で実装されていたもの Win32S とも異なるものであったファイル i o を 32bit プロテクトモードで行い MSDOS のファイル i o 機能を使用せずにファイル i o を行えるようになったこれにより MSDOS のファイル i o 大機能を使用していた以前のバージョンの Windows よりファイル IO の性能が向上した。なお、スワップファイルへのアクセスに限っては Windows 3.1の段階ですでに3 2ビット i o を実現していた。ファイルシステムである FAT を拡張し、ベファットとして Windows 3.1では不可能であった長いファイル名最大255バイトが利用可能になった。 プラグプレイによる周辺機器の容易な増設など分かりやすさを狙った設計となっていた。そのため、それまで専門的な知識を必要としたパソコンは誰でも手軽に使えるものになったと、溺れた。インターネットを使ってソフトの修正モジュールが配布されるようになったのも大きな特徴であった。初期版は特に修正モジュールが多かった。 ゲームは Windows 3.1にもあった、ソリティアマインスイーパーのほか、新たに Win32S の付属サンプルでもあった、フリーセルの他かハーツとホバー、その後の Windows には付属していないが属する。また、マルチメディア機能が強化され、後にダードックスが提供された。DOS プロンプトから複数の MS DOS アプリケーションを同時に実行できるだけでなく、 Windows 95を終了せずにリアルモードの MS DOS を実行できた。Win16 アプリケーションも実行でき、その場合は以前のバージョンの Windows と同様の動作であった。b e f a t による長いファイル名とファイルの拡張子によるアプリケーションの関連付けは不完ながら過保護完成があり、Windows 95のファイルシステムを MS DOS からアクセスできた。また、 プロテクトモードのドライバを持たないデバイスをリアルモードのドライバを使用して Windows 95からアクセスできた。Windows 95のパッケージ内容は MS DOS 7.0、7.1と Windows 4.0のセットであり MS DOS 7X を単独で起動したり Windows 3.1以前と同様 MS DOS 用のメニューソフト、ランチャーソフトや コマンドラインから Windows 4.0を起動することも可能である。また、PC-9800 シリーズにおいては、m o d i s クへのインストール及び m o d i s クからの起動が可能であり、ハードディスクを持たない Windows マシンを構築することが可能である。PC-AT 回帰及び Windows 98以降では不可能である。1995年8月25日に、 英語版が12カ国で先行して発売され、日本語のベータ版もリリースされていたことから、日本でもある程度の情報が広まっていた。販売開始と前後して、大量のテレビコマーシャルが流されていたこともあり、日本語版の発売された1995年11月23日、勤労感謝の日の秋葉原などでは、11月23日になった瞬間に深夜販売を始める店が多く、 業界関係者や報道陣を中心に一種のお祭り騒ぎの様相を呈した。この様子はテレビなどで報道され売り上げに貢献した。Windows 95は先行してリリースされていた Windows NT に比べると安定性や信頼性に劣り、技術的には不完全なものであった。しかし、従来の Windows 3.1よりも使い勝手が改良され、 Windows 95はユーザー、市場のニーズをよく読んでそれに応えるという現実的な解を提供し、マーケティングの成功と言えた。これにより、Windows 95はデスクトップ OS の事実上の標準となり、PC-9800 シリーズ、FM タウンズなどの X86 ベースの独自プラットフォームのパソコンは、PCAT 互換機に吸収されていった。 CD r o m とフロッピーディスクの2種類のメディアでリリースされた。希望小売価格は新規インストール用の通常版で29,800円。Windows 3.1、MS DOS 5.0が対象のアップグレード版で13,800円であった。直接的な後継 OS としては以下のものが存在する。現在では様々な問題点を解決するために全く新しく設計された。 Windows NTK の OS が主流となっている。Windows 95はカーネルモードのモジュールとユーザーモードのモジュールから構成されている。X86 アーキテクチャのリングプロテクションを利用することによって前者はリング0、後者はリング3で実行される。カーネルモードのモジュールには以下のものがある。これらのモジュールは3 2ビットプロテクトモードで実行され、 Windows 95の動作中には、リアルモードの MS-DOS と置き換わる形となる。このような構造の基本は、以前のバージョンの Windows より引き継いだものであり、Windows 95でにわかに実現したものではない。Windows 95の構造を、リアルモードの MS-DOS 上で、プロテクトモードの Windows が動作していると、説明するのは誤りである。ユーザーモードのモジュールには、以下のものがある。 これらのモジュールの一部、特にユーザーとディは以前のバージョンの Windows より引き継いだ1 6ビットコードで記述されており Win32 API が使用された時も1 6ビットコードが実行されることある。これにより以前のバージョンの Windows との互換性を高めメモリの使用量を減少させているが1 6ビットコードの問題が Win32 アプリケーションに影響を与え 性能を低下させることもあった。Windows 95の v m、MM、m は Win32 アプリケーション、MS DOS アプリケーションに対して各プロセスに固有のアドレス空間を与え、プリエンプティブマルチタスクとして実行する。このため、特定のアプリケーションの問題により CPU が占有されるトラブルはなくなった。一方、Win16 アプリケーションに対しては、 以前のバージョンの Windows と同様に全てのプロセスに共有アドレス空間を与え、ノンプリエンプティブマルチタスクとして実行する。これにより、以前のバージョンの Windows と互換性を保っているが、Win16 アプリケーションを使用した場合、以前のバージョンの Windows と同様に、システムリソースの制限や CPU の占有によ、トラブルが発生する。ただし、 Win16 アプリケーション同士のプリエンプションに制限はあるが Win16 アプリケーションと Win32 アプリケーションとのプリエンプションは可能であるため Win16 アプリケーションの問題により Win32 アプリケーションに CPU が与えられなくなることはない。なお DLL は上記のカーネル、ユーザー、グリも含め Win16 アプリケーションと同じアドレス空間を共有する。 マイナーバージョンは次の6つに分かれる。初期版及び OS1 と OS2K ではハードウェア増設時の手順や画面に違いがあり、OS2.0 リリース以降の各周辺機器メーカーの取扱説明書では操作方法を Windows のバージョンによって場合分けして説明しているものがある。また、機能拡張パックである Microsoft Plus。 4Windows 95が別売されていた。これを利用すると、アイコンに使用できる色数が16色から多色に増えたり、フォントのスムーズ表示機能が拡張されたりする。他に、ディスク圧縮ツール、インターネットエクスプローラー2.0、英語版は1.0などインターネット用のツール、アイコンサウンド、壁紙のデータ、デスクトップテーマ、3D ピンボールゲームが付属する。なお、 この 3D ピンボールは後の Windows NT 4.0から Windows XP までにおいて標準添付となる。アップグレード版ではコンピュータに MS DOS 5.0以上または Windows 3.1がインストールされている必要がある。インストールされていない場合、セットアップ中にアップグレード元の Windows のフロッピーディスクが要求される。Windows 95には Windows 3.1からのみアップグレード可能。Windows NT からはアップグレードできない。また、アップグレード時にシステムファイルを保存していれば、旧バージョンに戻すこと、アンインストールができる。Windows 95からは、マイナーバージョン、オズの有無にかかわらず、Windows 98、セカンドエディションも含む、Windows Me、Windows 2000プロフェッショナルのいずれかにアップグレードする。 ことできるただし、Windows Me の Windows 98ユーザー限定期間限定特別パッケージ Windows 98-98SE からのアップグレードを前提にした低価格の専用アップグレードパッケージを使いして Windows Me にアップグレードする場合、事前に Windows 98のインストール CD を手元に用意しておく必要がある。Windows 95から いきなり Windows XP にはアップグレードできず、その後継 OS である Windows Vista 7、8にすることも当然できない。Windows 95からではセットアッププログラム自体が起動しない。また、上記の Windows のうち Windows 2000以外のバージョンにアップグレードした場合は、後でそのバージョンをアンインストールして Windows 95に戻すことができる。日本語版については、 以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。